はいどうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、怒り型と並んで肩こり発生につながるなで型と呼ばれる状態についてですね、その概要と、メカニズムと解消に向けたアプローチの3点について解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ、そもそもなで型とは何か、このイラストの方になるんですが、考えてしまうと、一般的に両肩がこう下がってしまっている状態のことを指します。で、鎖骨の位置が外に向けてこう下がってしまって、正常範囲よりも角度がついてしまっている状態のことを指します。で、このなで型の背景にはですね、この肩甲骨を引き上げる際に作用する2つの筋肉があります。1つが肩甲挙筋、もう1つが僧帽筋の上部繊維というものが関与しているんですが、そのメカニズムをですね、正しく知ると解消に向けたアプローチを正しく行うことができます。どういうことか。なで型ではこの2つの筋のうちですね、肩甲挙筋は緊張が上がって、僧帽筋上部線は逆に弱化してしまう、弱くなってしまっているということが特徴として挙げられています。で、こういった形で肩甲骨周りの緊張の高い筋は緩めることで、若干弱くなっている筋は逆に動きを高めるということが、その基本方針というふうになってきます。このように肩こりを解消するために、まず肩甲骨の動きを高めるということがもちろん大事にはなってくるんですが、同時にですね、自身の肩こりのタイプを正しく把握をして、これに沿った対処アプローチを行うとさらに効果的ですので、ぜひこのあたり参考にしていただけると幸いです。で、この点を踏まえた上で、ここからはなで型解消に向けた実践的なアプローチについてですね、解説をさせていただきます。で、まずなで型においては、特に肩甲挙筋という筋肉が制限されがちですので、この部分を緩める筋膜リリースが効果的になってきます。じゃあ、筋膜とは何か。筋膜というのは筋肉を包んでいるこう膜のことを言います。その中にはですね、血管ですとか神経ですとかリンパ管というものが通っておりまして、これがですね、骨や内臓にもこうつながって、それが全身にさらに張り巡らされているという特徴があります。で、この筋膜がよじれたりねじれたりするということで、その動きが制限されて、間違った動きが脳に伝わって、それがですね、特に肩周りの負荷を伝わって肩こりが生じるということがありますので、これをほぐす、いわゆるリリースをするということが大事なポイントになってきます。じゃあ、具体的に何をするか。まずは顎を引いた、右に制限があるとします今回。で、その状態で首を倒す側と反対側の箇所を指で軽く立てて押さえて、首を倒す側と反対側のこの腕とまず指を伸ばします。こういう形で、この状態で目線を斜め下の方に向けて、で、こうイメージとして鼻がですね、肩に近づくようなイメージで、こういう形で、この姿勢をですね、ぐーっと伸ばしていく。これをだいたい60秒から90秒程度、この斜め下の方を向いた状態で伸ばしていくということを行っていきます。ただ60秒から90秒って結構長いので、場合によっては例えば20秒かける3セット、あるいは30秒かける3セットというふうに分けていただいても結構ですので、ぜひそういった形で実践していただければ幸いです。で、この際の注意点としてなんですが、爽快な疲れが残る程度にとどめてください。あまり無理して行うとかえって逆効果になってしまいますので、ぜひその点はですね、注意をしていただきたいなというふうに思います。それから、このなで型ではですね、肩甲挙筋は制限が強いんですが、逆に僧帽筋上部繊維は若干弱くなってしまってますので、筋肉が弱くなってます。なので、肩甲骨を引き上げる運動というのを重点的に行っていただけると、直接的に肩甲骨の動きを高めることができますし、胸周りも関連している筋肉結構関連してますので、こういったところも働きかけることで胸郭をこう広げて柔軟性を高めるということも作用としてはあります。で、さらにですね、生活上の注意点としては、このなで型の方というのは顎が突き出る不良姿勢、一般的にこれストレートネックなんて言い方をすることが多いんですが、こういう風になってしまう、まさにイラストの通りにはスマホなんかで首をぐーっと傾けてしまうことでこういう姿勢をとってしまうということが多いので、普段からですね、顎を引くということをですね、ぜひ意識をしていただければというふうに思います。特に女性の方であったり猫背の方というのほどこの傾向がありますので、ぜひ注意をしていただけると幸いです。
今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。